ファーストアルバムの形のマイディメンションが出来上がって、まあ、日本でそういう音楽のキャリアをスタートしようっていうきっかけになったのかな。やっぱ自分はどんどん前に進んでるし、そういう生まれ変わるみたいなキーワードがあった中で、自分の、未来に向けての自己紹介の曲を作れるなと思って、それで作り直す運びになったっていう。Into the world.